それってイメージとしては、その人自体まるまるいい悪いって判断するわけじゃなくて、部分的にあの人のここいいよね、真似しようって捉えるってことですよね。あ、もちろん、あの、まずダメな人っていないと思ってるっていうのが前提にありますね、うん、あのダメっていうもの自体がそもそもなくて、ただの違いでしかないんだよっていうところからかなって気がします。あ、はい、あ、確かに、なんかこうなんとなくその床と横とを横の良さを 見ながら自分に付け足していこうねみたいなところって、こうなんとなくこう頭では分かっても、それを実際にするってまたちょっと難しいなっていうところもあると思うんですけど、うんうんうん、なんかそのじゃあ実際にこう実際に行動に起こしていくというか、そういう気持ちになっていくにはこうどうしていけばいいみたいなアドバイスとかってこう仏教的にあったりするんですか？まあ結構さっきの中のエッセンスが近いかなと思ってるのが、まず自分のあの時系列振り返るのが第一にあった方がいいかなって思ってまして、ちょっとあの振り返って自分の学生時代と今の自分をまず見つめ直すとか、で自分と何がいいかっていい意味で自分だけで見ると、ちょっとあのむしろ俯瞰して客観視して見れる部分もあって、落ち着きが持てるかなと思うんですよね。で一回自分の中でまずそうやっていくことで自分の強みの発見とかにつながると思うんですよ。でそれを持った上で人と話をすると自信持って話できるかなって気はしたりしますね。うーん、なんかその自分自身もつかみきれてないままに人との比較をどんどんしてしまうと、まあ、あのブレブレになっちゃうと思うんですね自分が。まずちょっと時間作って自分と対話する時間を作るのが大事かなって気はしますね。仏教の世界だとこう自分と対話する時間っていうのは意識的に作りましょうねっていうようなものがあったりするんですか？やっぱり結構意識的に作る、まあ、本当は無意識にやれたらベストなんですけどあの修行の時とかにそれこそ座禅っていうのをしたりとか、はい、あるいはあの瞑想って言い方をしたりもしますけど、やっぱりああいう時間っていうのはちょっと最初は意識的にでも取っていかないと、あの普段生活している時って周りばっか見ちゃうじゃないですか、うんうん、はい、なんで、まあ、ちょっとでも意識して、まあ、それがあの最近流行りのマインドフルネスとかも少しはつながるかもしれないんですけれども、うん、そういった時間ってあった方がいいんだろうなっていうのは、あの作った方がいいんだろうっていうのは思ったりしますね。うん、過去の自分と比較することと座禅瞑想ってどういう関係性があるんですか？まあ、瞑想と一口に言ってもいっぱいいろんな瞑想もあったりするんですけれども、まあ、結局その、座禅であったりとかっていうのは、まあ、まずは、無になるってところをメインにするんですよね。で、はい、無になった上で、そこから改めて自分を一回壊して、もう一回戻ろうっていう感じの考え方をしていくんですよね。なんで、自分を見つめるにはまずは周りを全部シャットアウトというか雑音を全部除かないといけないっていう意味で、座禅っていうのはそういう無になるっていう意味では効果的だっていうのはよく聞いたことがありますね、禅宗の方から。こう座禅とか瞑想とかも、まあ、今最近こう結構あの一般にも広がってきているかなと思うんですけど、こう仏教の世界は ではずっと多分こう瞑想とか座禅っていうものがあの大事にされてきたのかなって思うんですけど、やっぱり無になることが、まあ、仏教の世界ではすごく大事だよっていう観点でこう座禅とか瞑想っていうのがあのある続いてるものなんですか？まあ、あのもちろんそこがメインだとは思うんですけど、禅宗の方とお話ししてた時にその、まあ、私禅宗じゃないのであまりその深いところまで語れないと思うんですけれども、断片的にその聞いたことから推測した話でいきますと、まあ、あのやっぱり何て言うんですかね、自然とやってるのが座禅だって話をされていて、なんでまあ習慣になってるっていうのがすごいいいのかなって思ってたりします。で必要か不必要かでいくと、やっぱり私個人的にはそういう時間って意識して作るの難しいんで、あった方がいいんじゃないかなって気はしてるんですけど、それが座禅っていう形を取らないといけないかっていうのは必須ではないと思うんですよね。ただ歴史的にこんだけ続いてきたので、
結構一つのベストアンサーの一個であることは間違いないのかなっていうのを思ってます、うん、やっぱりそこがニーズとして無になりたいっていう時間が絶対必要だよねっていうのはあって、そのメソッドとしてあの座禅っていうのがいいよってなってるから残ってるのかなっていう気はしてますね、うんうん、今あの座禅とか瞑想って結構ビジネスの文脈で聞くことが多いんですけど、うん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 、ビジネスマンにとって座禅や瞑想することってどういうメリットがあるんですか？まああのやっぱり集中力高める効果はあるんじゃないですかね。あの脳みそを休めるって意味で無ってすごい大事だと思いますし、はい、一旦そのリセットした後にもう一回フル稼働するというか、脳も多分ですけど、まあ私心理学者じゃないんでざっくりしか話できないですが、多分体力みたいなのがあると思うんですよね、脳みその中に。あ、はい、これ DAIGO さん、メンタリスト DAIGO さんの本で読んだんですけど、あのウィルパワーって表現をその人はしてましたが、あの判断をするためにその体力ゲージどんどん減っていくっていうんですよね、脳みその体力ゲージ。これってまあもちろん自助努力で回復する部分はあるんですけど、人間判断しない時間って少ないじゃないですか。なんでどんどん疲弊していくよっていう、でそれをあの1回無にするそういう時間があれば、まあ、ちょっとでも判断しない時間になるので徐々に回復していくよっていう、そういう意味であの脳の力、まあ、それがあることによって集中力とかあとはアイデアが浮かぶとかにつながると思うんですけど、そういうものとしてあの無になる時間って大事じゃないかなって気はしてますね。なるほど。ちなみにこう無になるっていうのが多分今何回かあのワードとしてあったかなと思うんですけど、はい、私もこうあの意識的にやっぱりこう頭を整理したりとか集中力を高めたりとかするためにこうその座禅ではないですけど瞑想する時間とかを意識的に取るのに最近していたりはするものの、無になるってこうなかなかすごい難しいなっていうふうに思っていて、無になろうなろうってすると今日何するんだっけとかがもうどん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 なんかこう雑念がすごいんですよ。そういう私になんかちょっとアドバイスとかあれば教えていただきたいっていうのと、エイショさんもすでにこう 無になれるっていう、こう感覚が自分の中であったりするのかなっていうのをちょっと伺いたいなと思いました。私が直近で一番無になったなってふって落ちたのは、あの今自分でイベントやってる雅楽のイベントがあるんですけど、そこで雅楽聞いてる時にあの一瞬本当にあ無になったみたいな感じの実感があったりするんですけど、フロー状態みたいな感じですか？そうですね。で何でしょうね、あのよくまあお伝えするのは、まあそういうのが浮かんできた時には高度なパターンと簡単なパターンがあるんですけど、簡単なパターンはとりあえずメモ書き用意して書くっていう、書いてもう一回瞑想に行くっていう、一旦もう浮かんできた時点で書いちゃうっていうのは結構有効だとは言われてますね。まあやっぱ出しちゃわないと考えちゃうというか囚われちゃうので、でそれが簡単な方法で、ちょっと難しいのでいくと、まあ、あえて最初からゴミ箱みたいなのを自分の頭でイメージですよ、イメージで作っておいて、ちょっと掴んでポイッするのをイメージで撮って、へー、そうするとあの高度な方だとそれでいけるらしいです。うん私も修行中なんでまだ全然これマスターはしてないんですけどでもなんかなんとなくちょっと減ったというか、なんか意識的に戻ってこれる感覚はありますね、それでする、っていう、まあそうですね、ちょっとテクニックっぽくなっちゃうかもしれないですけど、なんかそういうのはあったりしますね。うん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 、ちょっと実践してありがとうございます。逆にむしろ私もその幸福は普段話されてる内容で仏教関係なくていいんですけど、あの知りたいなって思うとこもあったりしまして、なんかあのお二方で勉強されていく中とか発信されていく中で、これはあのすごいあの刺さりやすいっていう、なんかそういったものってあったりしますか？幸福に考えようよみたいな時。あ、なんかこう一つなんか私がすごくあのお伝えする中でみんながあなるほどっていう風に言っていただくのが、なんか幸せの持続性っていうお話なんですけど、こう幸せの中には長続きする幸せとこう長続きしない幸せっていうのが、まあ、あるっていう風に言われていて、やっぱりこう目に見えるもの
例えばまあ年収だったりとか、はい、なんかすごい豪邸とか、なんかそういったものに人間ってこうすがりたくなったりすると思うんですけど、なんかそれはやっぱこう快楽的な一時的な幸せにはつながるけど、なんかこう長期的にはつながらなくて、まあ逆に目に見えないこう幸せ、夫婦での愛とか家族の愛とか、まあそれこそ旅での思い出とかっていうのはこう長続きする幸せっていうふうに言われてる。確かにそう、なんか長続きする幸せっていうのはありますよね。なんか一過性のものとそうじゃないものって。なるほどな。確かにそれはあるな。なんかでもこうまさに仏教とかってこう目に見えないものをすごく大事にしていく、うん、世界観なのかなっていうふうに思っていて、なのでこう目に見えないものに安心感を覚えるようになっていけるみたいなのとかあるんですかね。こう目に見えないものを大事にする哲学みたいなものがやっぱあるんですか。まあすごい難しい言い方とかをすると、まああの要は何て言ったらいいんですかね、目に見える世界っていうのは果たして自分の思ってる世界、あくまで自分の心で想像した世界なんじゃないかっていうので、それにそもそもとらわれちゃダメだよみたいな感じの考え方をしたりするんですけれども、まあ簡単に言うと、あの結局自分自身は自分自身で、あのさっきの自透明っていう考え方があるので、最終的に頼りにできるのは自分だけだよねっていう前提のもとで、ちゃんとしっかり自己を持って他と接していかないといけないよねっていう話はあったりすると思います。で、一時的なっていうのはまさにそうで、まあ富も名誉も結局あの亡くなる瞬間にはもう意味をなさないものになってくるっていうのもあったりすると思うんですけれども、まあそうなってくると、まあちょっと仏教は関係ない部分もあるかもしれないんですけど、結局やっぱり自分が亡くなった時に、あ、生きててよかったなって思えるような、そんなあの経験を積んでいる人の方が幸せなんじゃないかなって気はしたりしますけどね。やっぱりその長期スパンで見ると言いますか、断片で見るんじゃなくて長期で、でさっきの縁起にもちょっとつながってくる言葉で諸行無常って言葉があったりするんですけれども、はい、まあ、多分これは結構有名な言葉なんでご存知かもしれませんが、あのまあ言うなれば平家とかでよく話をされるんですけど、まあ、平の清盛の一生を見た時に、まあ、あれだけ隆盛を誇っても最後いろんな人に恨まれて死んじゃったら、これって幸せなのかなっていうのもありますし、まあ、あの平家って全然続かなかったわけですよね、言うなればですけど、まあそう考えたらやっぱりそのいろんな人にあのいかに役に立つか、そういう心を持っていかないとおごれるものも久しからずで、まあ、どんどんあの移り変わる中で廃れちゃうよねっていうのはあると思いますね。で、まあさっきのお金持ちな、まあ要は豪邸とかが一時の幸せだよねっていうのも、まさに多分買った瞬間はすごい楽しいと思うんですけど、買ったら結局また欲しくなっちゃいますし、あの結局その豪邸もどんどん錆びてきたりとか朽ちてしまうものではあるので、やっぱりその心っていうのは朽ちるものではないので、心っていうものをいかに豊かにしていくかっていうのは大事かなって気はしたりしますけどね。まああんまり取り留めのないなんか行ったり来たりの話になっちゃいましたけどそんな気はしましたね。やっぱりこう行き着くところはね、なんかこうやっぱむな昔から皆さんというかこう、まあ、仏教の世界とかで長く続いてきた哲学的なものってすごく最終的にはそこに幸せとかも行き着いていくんだなっていうのをすごく最近感じていることが多かったので、講座に来られる方もちょっと聞いてみたいんですけど、その幸福に興味ある人って どういう層がよく来られるんですか。なんかやっぱりこう心理学とかに興味がある方だったりとか、はいはいはい、あとはそうですね、やっぱこう自分自身が幸せにもちろんこうより良い人生を作っていきたいっていう方もいますし、もっとその自分の周りを幸せにしていきたいっていう気持ちのある方が多い印象です。別にそれって多分年代とかに偏りとか、あの男性女性こっちが多いとかそういうわけでもないんですかね。ああ、ないと思います。やっぱりこう万人に共通して幸せっていうのは興味関心のある分野なのかなとは思いますね。幸せっ
っていうのにこう関連するキーワードとかっていうのは、なんかこう仏教の例えば中でもよく出てくるキーワードとかがあったりするんですか？死っていう考え方をあまりしないかもしれないですね。仏教だと逆に、あ、さっき言った通りでつながってはいると思うんですよ。あ、そうですよ。結構そのいかに苦をなくすかっていう、あの一切皆苦って考え方を結構仏教ではしました。あの何でもかんでも全部苦につながっちゃうよねっていう。例えばさっきの豪邸買うも、豪邸買った瞬間楽しいかもしれないんですけど、まあ、それ買ったらやっぱもっといい豪邸欲しくなっちゃうだろうし、そのいずれ朽ちていくタイミングでは、ああ豪邸が古びたってちょっと悲しい気持ちになっちゃうと思いますし、まあ、全部が苦につながっていってしまうっていうところから、どうやったらその苦しみから解放されるのかっていうのをいろいろ考えながら、お釈迦さん自身がこうしたらいいんじゃないっていうのを教えてもらえてるっていうのが仏教なので、なんで 逆にそのアプローチとしては違うんですけど、でもたどり着くのは結局苦がなくなったら幸せだと思うんで、うん、そういう点では一緒なところが大きいんじゃないかなって思いますね、うんうん、なんか一切が苦につながるってすごく面白い考えだなって思って。本当ですか？ありがとうございます。なんか普通に考えたら豪邸をゲットすることって苦につながらなさそうじゃないですか、うん、パッと見そうですね。でも昔からそうやって言われてたんですね。幸福学はそれこそあの哲学なんですかね、一応分野としては。いや、科学ですね。あ、科学なんですか、幸福学。あ、まだでも最近本当にここ数十年とかで、まあ、あの多分結構注目を浴びるようになったような分野で、多分これまで幸福って割と哲学の分野で、幸せとはこういうものだっていうのが哲学の分野でだけこう議論がされてきていたんですけど、まあそれだけだとなかなかこうメカニズムとして広がっていかないっていうので、最近ハーバード大学とかでも一番人気の講座がこの幸福学だったりとかするみたいです。ハーバードで一番人気すごいな。はい。まあでもやっぱ人生の豊かさっていうのにどんどん目がいくように、あの物質じゃなくて、ね、この精神の、うん、豊かさに行くようになってくる。そうだと思います。はい、まさに風の時代はこう多分今までは目に見える物質的な豊かさにフォーカスされて、そこに経済を発展させていこうっていうのが多分まあ世界的にあの注目されていたところだったけど、でもそれだと意外と幸せ度って上がってかないよねっていうのが分かってきて、じゃあどうすれば人って幸福になれるんだろうっていうのにこう最近科学的にも注目されてきて、各国行った方に全員聞いていこうと思ってたりするんです。だから仏教じゃなくても全然いいので、あのこれすっごい宗教だなんで面白いなみたいなのってなんかあったりしました？前だとあのユダヤ教のイスラエル行った時に帽子みんなかぶってて面白かったみたいな人もいたりしたんですけど、これだけすごく私が答えられなかった質問があって、あのアフリカに行った時のエピソードなんですけど、アフリカ行った時にこう一緒にこうその現地の方とご飯を食べていたら、日本人はなんで神様を信じてないのに人を殺さないのって言われたんですよ。おー、なんで人を殺さないの。その時に、あ、この国ではこうやっぱ神様に怒られるからとか、そういうことをすると次の、あの生まれ変わった時にすごくまあ、よくより良い多分生まれ変わりができないっていうのを恐れて人を殺せないっていうのがすごく大きいっていうふうに言っていて、まあ、なんかこう日本人はそんなに宗教信じている信仰しているものがないにもかかわらず人を殺さないのはなんでなのっていうのを言われて、すごいそれは、はあ、なんか日本では出ない質問だなって思いました。確かに海外の方のルールって法律というよりも宗教が強い国って結構ありますよね。そうですね、日本にいる時はなのでその道徳的なところがすごいって思ったことがねあんまなかったんですけど逆に海外に出ると、あ、そういう視点なんだっていうのは思いました。めっちゃ勉強になります。ポサさんもなんかあられますか？モロッコ行った時なんですけど、はい、イスラム教の人たちがラマダン中で、すっごいみんなやっぱご飯食べれないんでイライラしてて、こんなイライラしてまで頑張らなくていいんじゃないかなっていうのは宗教ない僕から思いました。ラマダンが団結力とかになってたりもしたんですか？みんなの
その結束力というかあるかもしれないです。同じことやるとかって大事ですよね、ま、日本で言うと祭りとか やるとかですけど、うんうん、みんなで頑張ろうみたいな、うん、日本ってお祭りが一番世界的にも多いって聞いたことあります。あ、そうなんですか。へえ、うん、いろんな地域でいろんなお祭りやってるじゃないですか、日本って、うんうんうん、地域限定の祭りみたいな、うんうんうん、確かに。なんか同じ神さん祀ってるのに、ここの神社だとこういうことするし、こっちだとこういうことするし。ああ、確かに。同じ菅原さんじゃないんですかって聞いたら、いやいや、うちの菅原さんはこういうのなんだよ。ああ、なるほど、みたいな。福良さんの、宣伝といいますか、ぜひ、アピールみたいなものがもしあれば、普段は、インスタグラムを中心に、幸福学だったりとか、夫婦のあり方っていうところを発信しているので、ぜひインスタグラムもほっさくらで検索して探してみていただけると嬉しいなっていうところと、あとはこうやっぱりこう人って知ってる世界からしか選べないと思うので、まあ、私がこう旅をする中で世界の幸せの形とかいろんな世界を旅して見つけた幸せのキーワードみたいなのを集めた本を今年出版をさせていただく予定なので、ぜひもし出たらチェックしてみていただけると嬉しいなと思っております。以上です。なんかありがとうございます、はい、すごいですね、本出すんですね。それなんか どんな本なんですか、テーマと言いますか。あ、テーマはもう本当にまさに幸せっていうところが、まあ、ど真ん中にはなるんですけど、まあ、やっぱこういろんな日本で、まあ、やっぱ今いる世界は全てじゃないよっていうようなことが伝えていけたらいいなって思っていて、まあ、今いる世界の幸せの形だけじゃなくって、まあ、例えばこうギリシャで出会った夫婦に教えてもらった幸せの価値観だったりとか、まあ、メキシコでの幸せの価値観だったりとか、いろんな幸せの価値観があるんだ、あ、こんな生き方しててもいいんだとか、こんな生き方もあるんだっていうのをなんかこう知ってもらって、あ、じゃあ自分にとっての幸せってどういうのなんだろうっていうのを考えてもらうきっかけを作ってもらえたらいいなっていう本になってます。おー、いや、めっちゃ読みたいですね。またぜひ、まだできてないんですけど教えてもらえたらと、はい、ありがとうございます。いや、今日めちゃめちゃその幸せについてもお話しいただけたので、ぜひ出たら皆さん買ってもらえればと。ありがとうございます。まあとは、まあ、うちのチャンネル自身はこんな感じでいろんな方とコラボしながら仏教の良さであったりとか、あるいは、まあ、今後は神道の良さとかも伝えていけたらと思ってますし、やっぱり日本人が知っておいてほしい日本文化っていうのをどんどん発信していけたらなと思っていたりします。よければ、まあ、皆さん見ていただいている方はチャンネル登録であったりとか、あとはいいねボタンとコメント、ぜひ感想などをいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは本日本当お忙しい中でお二方ありがとうございました。ありがとうございました。